美容体操はよく金星の取れた体を作り、容姿を美しくすることを目的として行われる体操である。英語ではキャリステニクスあるいはフィットネスがほぼ相当する。容姿の美しさを主眼とした身体運動は古代イギリシャから行われていたといい、しかし美容体操がその理論と共に広く行われるようになったのは第一次世界大戦の後、 欧米の美容師の提唱によるという。日本では、によって、欧米の体操法が紹介され、朝や寝る前に美容体操をすると良いとされた。ドイツ国の母親は子供に美容体操を進めることがによって紹介させた。朝日新聞の連載記事、明暗近代食ペンのジープシーとカメラのルンペンにおいては、銀座の美容学校で美容体操を指導する様子が紹介されている。 婦女会の記事においても美容体操が紹介されている。日本において美容体操が広く行われるようになったのは、テレビの普及し始める昭和時代からで、スポーツの普及、女性の洋服の定着などによって、美人の条件は従前の、いわゆる流用ではなく、金星の取れた身体、湾曲していない足、形よく張った胸などであるとされた。 1954年4月16日、NHK と郵政省簡易保健局が NHK 美容体操の放送を開始した。作曲は平井幸三郎が担当した。1960年代頃には北米のテレビ番組ザ・デビードレイクショーでテキサス州のデビードレイクがフィットネスの伝道師としてデビューをした。デビードレイク関連のグッズや 書籍も多く出版されるようになり、1963年には美容体操の書籍として日本語訳も出版された。中国では1986年に美容体操が発刊されている。ありがとうございます。